玄関と社名版、北海道旅客鉄道株式会社は、JR 会社法に基づき、北海道地方を中心として、旅客鉄道等を運営する、日本の特殊会社たる鉄道事業者。1987年4月1日に、日本国有鉄道から釧路、旭川の各鉄道管理局、青函船舶鉄道管理局、 北海道総局の鉄道事業を引き継いで発足した JR グループの旅客鉄道会社の一つ。通称は JR 北海道。英語略称は JR 北海道。コーポレートカラーは萌え木色。北海道を中心に鉄道路線を有し、本社を札幌市中央区に置く。切符の呪文には北と記されている。1987年4月1日の 国鉄分割民営化時に、鉄道21路線 3176.6km、航路 113.0km 及び自動車事業を、承継した、旅客鉄道株式会社及び、日本貨物鉄道株式会社に関する法律による、特殊会社で、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構を介して、日本国政府が、すべての株式を所有している。 発足後、鉄道路線は、在来線に線区と北海道新幹線が開業した、一方、特定地方交通線の廃止やその後の輸送密度の、極めて少ない線区の廃止により減少している。2021年4月1日時点での、総営業キロは新幹線を含む幹線が6路線 1460.6km、地方交通線が8路線911.7。 キロメートルの14路線、計2372.3キロメートルである。航路は、海峡線の開業に伴い1988年3月13日に廃止され、自動車事業は2000年4月1日に100%個会社の JR 北海道バスへ移管された。1995年に廃止した新名線は、JR 北海道が運行する代替バスに転換され、 バス事業分社化後は JR 北海道バスが運行している。国鉄分割民営化で発足した JR 旅客各社のうち本州以外で営業する JR 北海道を含む3つの三島会社は発足時から慢性的な赤字で経営基盤が脆弱であった。北海道の人口は減少が続き人口密度は日本一低く 札幌市への一極集中の傾向が続いており、札幌以外の道内市町村では人口減少が深刻化している。他の JR グループ各社と比較しても人口気迫地帯を走る路線が大半を占め、札幌一極集中による単価が高い、長距離利用者の少なさ、道路も延伸にや自家用車の普及、航空や高速バスとの競争も逆風となった。 加えて全道が豪雪地帯、寒冷地であるため、除雪や車両、施設の維持管理費や、高熱費等をはじめとして、膨大な経費を要し、経営基盤は非常に弱い。2013年3月期の連結決算では、営業収益約1650億円に対し、営業損失であった。法律する経営安定基金の運用益収入などの政策的補填による、 営業外収益により、過労死じて経常利益は確保しているが、最終的に、当基準損失となっている。全14路線のうち、2008年度の路線物営業係数が黒字なのはわずか3路線のみで、全国の JR グループ約200路線のワースト3を占めるなど、ワースト10の中に JR 北海道が最多の5路線を占めている。 2013年度の輸送密度においても、採算ラインとされる8000人を割り込む路線が約87%を占める。2014年度は全区間の営業収支が公表され、全区間が赤字であった。管理費を含む営業赤字は合計400億円、営業係数154であった。管理費を除いても札幌県の区間以外は全区間赤字であった。 なお、2008年度とは異なり、キーとかエリアについては、路線別の営業収支ではないことに留意する必要がある。2016年度に廃止されたルモイ本線ルモイ駅、マシケ駅間は、営業係数が4161、1日の平均乗車人数は9駅中7駅が10人以下で、そのうち5駅が1人以下であった。JR 北海道が慢性的な赤字なのには、 北海道では、札幌や室蘭など北海道の都市圏でさえも、鉄道の利用と高速バスの利用が半々または、列位という、存在するが乗らないという需要の少なさ、300km 以上でも、自家用車を使う住民性が背景にある。鉄道と航空機の選択の分かれ目である4時間の壁を越える区間においてさえも、北海道うちの鉄道と高速バスの利用者数で、 大きな差が見られないほどである。函館、室蘭方面のみ、鉄道利用がかろうじて優位ではあるが、稚内、網走、釧路など北海道の他の地域でもバス利用が歴然の優位となっている。現地の声も、なくなったら困るかと聞かれても困る。でも実際には滅多に乗ることはないと述べている。夕張でも赤昌線夕張支線の配線によって、 アクセスが不便となることが懸念されたが、すでに高速バスという優位な移動手段があり、現地の生活では問題にならなかった。同等の自治体関係者は、現状では、JR は本数が少ない、高い、それほど早くもないと、すべてにおいて、帯に端した隙に、流しといった具合です。そもそも急ぐのであれば、新千歳、岡玉空港まで飛行機に乗る。 選択肢もあるわけですからと述べている。会社発足以来、高速バスや航空など、競合交通機関への対抗策として、新型車両の投入によるスピードアップや、割引切符などの各種商品展開により、収益増を図ってきた。その一方で、地方ローカル線区における、ワンマン運転の拡大や、社員数の発足当時の14000人から7100人への、半減。 各種営業、保線管理業務等の外注化による人件費削減など徹底したコストカットを実施してきた。このほか、JR タワーに代表される駅ビル、不動産関連事業等からの利益創出に努めてきた。しかし、道内では無料区間を含む高速道路の延伸開通が次々と予定されており、さらなる苦境が続くことが予想されている。 前日の通り、北海道には札幌都市圏や道内主要都市と各地を結ぶ特急やローカル線が多数走っており、道民の生活や経済を支える上で不可欠なインフラストラクチャーである。しかし、これらの路線は老朽化が目立っており、線路の破断や亀裂など大事故につながりかねない問題が発生している。これに対し、 JR 北海道は2015年3月20日に国鉄型をはじめとする老朽化している車両の更新、路線施設の維持、社員教育、人材育成などを軌道修正した5年間計画を国土交通省に提出している。また、同年11月27日にはキハ40系、軌道車の老朽化に伴い、2016年3月26日のダイヤ改正で、 列車本数を見直し、全79本の列車の減便を検討しているとして、該当沿線の地方自治体に説明を行っていると発表した。なお、2017年度よりキハ40系の老朽取り替え用に、新型エパン気動車の試作車を、2019年度より同じく量産車を投入する計画で、2020年3月14日のダイヤ改正より営業運転を開始した。 特急列車についても、老朽化車両の置き換えにおいて、キハ261系の心臓編成数が予算面から同じ編成数を見込めず、キハ183系のような状態が厳しい車両があることや、高規格道路の延伸による特急列車の利用客減少により、使用車両数が減る前提で特急のダイヤ編成の見直しを行わざるを得ず、沿線住民への配慮から、 列車の廃止ではなく減便の方向で検討がされている。そして、前述の車両の老朽化による列車本数の見直しや利用者数が極端に少ない駅の廃止を検討しているものの、北海道新幹線開業前の2015年11月6日に発表された平成27年度第2四半期決算についても新幹線開業準備に対する費用が加算だ結果、 鉄道事業本業の営業損益は前年よりも悪化した。また、JR 北海道での収支想定に関しても、2016年から2018年度において、差し引き損益でマイナス収支が見込まれている。北海道新幹線の開通が、JR 北海道の経営を直ちに改善するわけではなく、当面はむしろ負担となる。 想定上車率が26%であり、年額50億円の赤字が続く見通しである。また1988年3月13日開通の青函トンネルの維持に年間21億円をかけている。2016年度での北海道新幹線の収支は、運賃等の収入が約110億円で、これに対して約160億円の支出を見込んでいる。その影響もあり、 JR 北海道での2015年決算においても4期ぶりの形状赤字としており、連結赤字が58億円も悪化した。さらに2016年度は発足後30年を経過しており、札幌県内では利用増加がある一方で、札幌県以外では利用減少している状況となっている。札幌県内である石狩新興局エリア以外では人口の減少も影響があり、 高速、大量輸送を適している、鉄道輸送に対し、鉄道輸送よりも利便性と効率性の多い線区の二極化が進んでいるためにある。また、鉄道開業当時の鉄道施設が多く、経年、老朽化により維持に、多額の費用負担が必要になってきている要因もある。そのための対応策として、経営安定基金評価益の実現化、グループ企業の株式売却、土地、 建物の売却、鉄道事業の効率化、合併によるグループ企業の効率化を進める予定である。2017年3月28日の社長会見では、北海道新幹線開業により、全体で前年比164%乗客が増加したにも、かかわらず100億円の減収に加え、2016年台風1号による普通路線を中心をした。 復旧費用もかさみ、営業収益は909億円を見込んでいる。そのため、経営安定基金の運用益、国からの助成金、資産売却、経営の効率化があっても、2年連続での最終赤字となった。一方で、前述の路線老朽化に加えて、函館本線、千歳線において、高架橋からコンクリート変落下が相次いで起きたことへの安全対策として、 新札幌駅を中心とした、千歳線の高架橋の耐震強化を行わなければならない状況である。さらに予算面では安全関連投資では295億円を計上した。この安全関連投資を含む設備投資は2016年度より2億円増の346億円を計画し、2017年度に国から入る安全投資、 修繕に対する支援の530億円のうち316億円を当てた。また、2017年度末に借入れ金が30%増の1046億円に膨らんでおり、国の支援が一部終了する2019年度末にはさらに1400億円を超える見通しとして、引き続き改善策を進めて資金の確保を目指すとした。こうした改善策や 効率化には、鉄道路線の縮小、駅や、廃止や地元移管を含む。前述のルモイ本線ルモイ駅マシケ駅間廃止に、前後して、2014年には、エサシ線キコナ駅エサシ駅間、2019年には、石昌線新夕張駅夕張駅間、2020年は、殺傷線北海道医療大学駅、新突川駅間で、鉄道運行を終了した。 営業係数が低い路線は、災害で運休しても復旧せず、バス転換を地元に提案する例もある。2015年1月に、高波で被災して運休した日高本線の向かい駅、サマーニ駅間は、バス代行を経て、2021年に、バス転換される。根室本線のうち2016年の豪雨で運休となった東シカゴ駅新徳駅間でも復旧を、 求める地元に対して JR 北海道はバス転換を提案している。2021年春のダイヤ改正では過去最多となる18駅の廃止、18駅の地元管理への移行と列車の減便を予定している。新型コロナウイルス感染症の流行による旅客需要減少で経営環境は一段と厳しくなっている。維持困難路線の公表の不死でも口実。 営業外境の不死で示したように、会社発足当初から厳しい経営環境が予想され、営業損益ベースでは全く経営が成り立たないことから、国による政策的経営支援スキームとして、経営安定基金が設けられている。さらに、固定資産税減免などの各種支援措置を受けている。また、JR 四国や日本貨物鉄道と同様に、 独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構国鉄生産事業本部が株式を100%保有しており、2013年時点では株式上場の目途は立っていない。バブル景気のただ中であった会社発足当時と比較すると約25年間で市中金利は大幅に下落4月の1.2%まで下落しており、 当初スキーム策定時に見込んだ運用益が大きく減少している。営業面でも当面大きな好転要素がない厳しい状況にあることを鑑み、2011年6月、改正旧国鉄債務処理法により経営安定基金の積み増しが行われた。また、鉄道、運輸機構から無利しかし付けされる2200億円を元手に、鉄道、 運輸機構の再建を購入することによって、再建の利率を補助代わりに得るスキームが新たに設けられた。同時に老朽化した設備更新のため、600億円の助成金及び無利子貸し付けが行われた。さらに2018年7月28日、国土交通省は JR 北海道に対して経営改善努力を求めつつ、 安全投資費用などとして2019から2020年度に400億円程度の財政支援を行う計画を公表した。事業は新青森駅で協会を接する東日本旅客鉄道と提携することが多く、日社、共同企画の旅行商品を発売するなど、経営上の重要なパートナーとなっている。2016年3月26日に、 新函館北斗駅まで開業した北海道新幹線は東北新幹線と相互直通運転を行っている。JR 東日本は安全を担う技術者や経営人材の派遣も行っているが、すでに2002年6月21日に完全民営化を達成し、堅固な経営基盤を有する JR 東日本と比較すると事業環境には大きな開きがある。 JR 東日本が導入しているスイカなどと同様の非接触型 IC カード乗車券として2008年10月25日にキートカが札幌県の55駅で導入された2009年3月14日からはスイカとの相互利用が2013年3月23日にはパスモ・マナコ・トカ・ピタッとかイコカ・ハヤカケン・ニモシュカ・早川ゴにもかとの間で 相互利用がそれぞれ可能となった。一方で、札幌市交通局のサプカとは2013年6月22日に片利用が始まったが、相互利用については現時点で未定である。北海道内は1968年の1980年にかけて同地区で電化が進められたが、青函トンネルを除き、いずれの電化区間も、 秘伝各間直通の関係で特急を中心に、自動車列車を多く運行している。駅のホーム内にある、駅名標は1990年代に、JR 東日本の各駅で用いられていたものに類似するデザイン、西日本旅客鉄道のものに類似するデザイン、北海道新幹線のみで使用される独自デザインの3種がある。平成後期においては、札幌県を中心に、 JR 東日本に類似したデザインの駅名標を JR 西日本に類似したデザインに置き換える動きがあったが近年では JR 西日本に類似したデザインの新規採用を取りやめる傾向にある。新千歳空港駅は開業当時は JR 西日本に類似したデザインを採用していたが2011年夏頃に JR 東日本に類似したデザインのものに交換された。 高架化により、駅名標を新調した旭川駅や新函館北斗駅においても JR 東日本に類似したデザインを採用した。在来線のほとんどの駅に、放浪性の第三種駅名標が設置されているのも特徴である。駅構内のサイン類については2009年時点で、サインマニュアルはないものの2016年時点で、 JR6 社で唯一社内デザインを行う部門アートデザイン企画室があり第50回日本サインデザイン特別賞などを受賞している2006年3月鉄道総合技術研究所川崎重工業との共同開発によるハイブリッド車体傾斜システムを発表したこれは従来の制御付き自然振り子式と空気バネ圧生後式の車体傾斜システムとを 組み合わせた世界初の技術であり、従来の振り子式を上回る最大8度の傾斜度を実現させることで重心の移動を抑え、乗り心地を維持したまま曲線部のさらなる速度向上を可能とするものである。2015年度の北海道新幹線の新函館北斗駅開業時に合わせ、函館駅札幌駅間の特急列車への導入が目指され実用化されれば、 ほぼ全線での最高速度時速 140km 運転が可能となり、函館駅札幌駅間で約20分の所要時間短縮が見込まれていた。試作台車置き百283系機動車一両に取り付け走行試験が行われていたが、試験終了後は元に戻され、定期運行に復帰した。2014年9月に次世代車置き百285系の試作車が落成したが、 工日にあるように事故や不祥事が相次いだことから速度向上より安全性を優先させ運用実績のある既存のキハ261系の継続増備で対応していく方針に変更されたため開発中止となり試作者の活用方法も検討されたが一度も使用しないまま2017年3月に解体処分された。また、 JR 北海道は早ければ2015年頃の実用化運行開始を目標として2002年より鉄道の線路と道路の両方を走行できる車両デュアルモードビークルの開発を進めていた。これについても同様の理由により2013年9月27日に運行線区の選定作業中断を発表し翌2014年3月を最後に試験運転を含めた 準備作業が凍結となり、同年9月には導入を断念することが発表され、さらに翌年の2015年8月には、後日のような事故や不祥事が相次いだことから、安全対策と北海道新幹線に経営資源を集中させるため、DMV 開発にこれ以上資金を投入し続ける。 ことはできないとの判断から実用化自体を断念し、DMV 事業から撤退することが発表された。なお開発の過程において、JR 北海道が蓄積した関連データなどは、求めに応じて外部へ提供するとしており、2017年2月には、徳島県の朝海岸鉄道において、2020年までに、世界で初めて、DMV の運行を開始することが発表され、 2020年11月末で従来型の鉄道車両の運行を終え、DMV 導入工事を本格化させている。列車内の禁煙化については、2004年3月13日のダイヤ改正で特急、ライラック、スーパーホワイトアロー、スズランと特別快速、北見が全車禁煙となり、2006年3月18日のダイヤ改正から、 道内完結の全列車と急行、浜ナスが全面禁煙となった。さらに2007年3月18日の JR 東日本のダイヤ改正に伴い、JR 東日本も特急列車の全面禁煙に踏み切り、スーパー白鳥、白鳥が禁煙化された。それ以降、北海道内を走る列車で喫煙者のある列車は、寝台特急、北斗星、カシオペア、 トワイライトエクスプレスのみとなったが、トワイライトエクスプレスは2015年3月13日を最後に運行終了。北斗星は同年3月14日に定期運行を終了し、同年8月21日上野駅発、8月22日札幌駅発を最後に臨時運行も終了。寝台特急、カシオペアも2016年3月20日上野駅発。 3月21日、札幌駅発を最後に運行を終了し、同年3月26日のダイヤ改正で廃止されたため、現在は、北海道うちは、一般販売分の全列車が禁煙となった。また、電子タバコについても2009年5月1日より、使用禁止としている。ただし、2016年6月以降に、カシオペア用の E26 軽客車を使用する。 団体専用列車、カシオペア機構、カシオペアクルーズが道内で運行されることがあり、これらの団体専用列車が北海道内で喫煙可能な唯一の列車となっている。しかし、団体臨時列車のツアーとしても2017年2月26日の札幌駅始発をもって北海道内での E26 計客車での運行が終了した。 2016年11月16日、社長の島田治村が記者会見を開き、この時点で営業している 2500km 余りの半分に当たる 1236km について JR 北海道単独で維持することが難しいとして、バスへの転換や運行に当たって自治体からの財政支援が不可欠だと明らかにした。 路線 1km あたりの平均乗客数である、輸送密度で2000人に満たない路線が対象となっていて、特に200人に満たない3区間について、バスへの転換、それ以外の区間は、自治体の財政支援を求め、今後協議を進めていくとしている。一方で、同年11月26日に、北海道経済連合会の高橋健、友会長は、 道内の公共交通ネットワークのあり方についての提言書概要をまとめ、JR 貨物が第二種鉄道事業路線として、北海道支社が利用している区間においての線路使用量設定が低水準であり、制度見直しと国に支援策を要求することとした。また、研究者や会員企業の代表による社会資本プロジェクトチームを発足し、約1年にわたり調査、 研究を実施した。その過程で道内では近年の空港運営を民間に委託する空港民営化についてを経済界が提言でのまとまった議論により複数の交通体系を総合的に考察した。その結果、食関連産業や観光機関産業での将来的な道内の発展において道路、鉄道、航空、港湾に関しての代替手段や 相互保管を考察しながらの整備、活用することが必要とされた。2017年3月28日の地域、公共交通検討会議においては、JR 北海道の経営状況から、維持困難路線を公表していることを考慮した上で、2017年度中に交通政策の新方針を格索することとした。この報告書案は、 北海道新幹線の札幌開業が予定される2030年を想定したものとし、道内交通網を中核都市間の幹線交通、観光移動を支える広域交通、市町村の生活に密着した市町村交通に3分類し、最適な交通機関、事業者を当てるべきとしている。航空については、法日外国人の増加を考慮した需要喚起や、 路線誘致の戦略への取り組みを求めている。2017年5月11日には、維持困難路線に指定した線区の内総屋本線、根室本線、関北本線、専門本線、室蘭本線、日高本線、富良野線の無人駅を、地元の PR や販売、イベント、会議室などに活用してもらうことを目的に、地方自治体などに開放することを発表した。 2017年10月12日には、上記のうちの輸送密度200人未満の線区である、殺傷線については、線区、経営状況を沿線市長に、根室本線については、根室本線対策協議会に、留萌本線は、線区状況を沿線市長に説明することとしている。また、沿線市長に協議開始している、赤線では、バス転換での協議を検討しており、 日高本線については、バス転換支援及び、DMVBRT、乗り合いバスでの代替交通機関を、方向性の方針を協議するとした。また、輸送密度200人、以上2000人未満の線区である、宗谷本線、関北本線、仙門本線については、各線協議会での利用促進を説明し、根室本線では、根室本線対策協議会での線区。 経営状況を説明し、日高本線については経営情報を各市長を説明することとした。2017年12月6日には JR 北海道再生会議の有志から JR 北海道及び北海道知事、道内市長村長、道民、国土交通大臣に向けて声明が出された。JR 北海道に対しては、 事業者としてできること、できないこと、良い情報も悪い情報も同民に徹底的に開示する姿勢を求め、維持できない路線については、もっと便利になる具体的な提案を積極的に提示すべきとし、これに対し JR 北海道は国に甘えない体制を作ると発表した。2010年頃より会社としての経営管理、安全管理面等に影を落とす事象が頻発している。 2011年5月27日には、赤昌線で特急スーパーオーゾラ14号の脱線火災事故を起こした。その後も、信号故障や運転手の居眠り、36、協定違反といった重大インシデント、不祥事が次々と発覚し、国土交通大臣から事業改善命令を受けている。また、 JR 北海道が2011年度に実施した車両検査について、延べ約3100回中28%が、検査項目の一部が未実施であるなど、車内基準を遵守しない状態だったことが、会計検査院から2012年11月に指摘されている。国土交通省のまとめによると、2011年度までの5年間で、車両や設備の不具合など、 JR 北海道自らに起因する輸送障害の発生件数は他の JR 旅客5社平均の約2倍に上っている JR 北海道社員からも自民の削減が進み必要な保選作業が行き届いていないと長年続く合理化で現場の疲弊を指摘する声が上がっている2011年9月12日当時の代表取締役社長であった 中島昇春が行方不明になり、同年9月18日に遺体となって発見された。中島の公認人事は難航し、結局は前任者の小池昭夫会長が社長に再就任するが、その間、約2ヶ月間にわたり、社長不在という異常事態となるなど、企業統治全般において不安を残す状況が続き、2013年の定時株主総会を機に新たに、 野島誠が取締役専務から代表取締役社長へ就任し、小池は会長職へ戻る人事を行った。2013年に入っても、室蘭本線の特急列車が乗客の20歳大女性の腕をドアに挟んだまま走行。7月に特急列車出火事故、8月9月には2ヶ月連続で補選ミスによる走行中の貨物列車の脱線。 他にも運転手の覚醒剤使用、運転手が車両に搭載の ATS を破損させるといった事故や不祥事が続いている。同年9月にはレールの異常を放置した問題で、鉄道事業法に基づき国土交通省による再度の特別法案監査が入った。一連の不祥事との関連ははっきりとわかっていないが、2014年1月15日に、 JR 北海道相談役で北海道新幹線の計画などに貢献してきた坂本真一が北海道尻部市管内余市郡余市町の余市港で遺体となって発見された。同月21日には国土交通省が2013年9月19日に発生した函館線貨物列車脱線事故等による3回の特別法案監査の結果等を整理分析し、 JR 北海道の安全確保のために講ずべき措置、JR 北海道の再生を取りまとめ、発表した。これにより、JR 北海道の再生に国が関与することが明示され、以降5年間は再生の状況を監視することも明記された。この文書に基づき、政府は2014年4月1日付で、経営陣を刷新し、経営トップの若返りと、 JR 東日本からの外部執行による主要ポストへの就任が実施された。2014年10月29日には、苫小牧駅、石狩東別駅、新戸津川駅など11カ所の副本線で、検査や補修が実施されていなかったことが、会計検査員の指摘により判明している。2015年4月3日には、青函トンネル内にて、特急、 スーパー白鳥34号の5号車の床下から煙が発生し、タッピ定点から青森川に約1キロメートルのトンネル内で緊急停車するという事故が起きた。青函トンネル内から列車の乗客が避難する事態は1988年3月のトンネル開業以来、列車の乗客は124人、乗務員は5人で乗務員の誘導で降車し、 事故地点から旧タッピ海底駅まで歩いて移動。さらにケーブルカーを使い乗客全員が地上に避難した。北海道新幹線開業後の2016年4月19日、これまでの事故を踏まえ、消防機関、JR 北海道、道南イサリビ鉄道の3社で、鉄道災害に関する安全対策について協定を結ぶことを決定。トラブル発生時に、 消防へ直ちに通報することを鉄道事業者側に求め、鉄道事業者が可能な限り、消防活動に必要な現場の情報を提供することとした。2016年6月16日には、千歳駅発札幌駅行き普通列車が、苗母駅で200メートルオーバーランして、緊急停止したが、JR 北海道は30分以上の遅れがないことから公表しなかった。 またこの前の5月末にも同駅でオーバーランを起こしていたが同社はこちらも公表していなかった。現在でも JR 北海道のオーバーランは頻繁に発生している。2017年3月28日発表の事業計画によると2018年3月期には2016年度よりも22%増の民営化過去最大の295億円の安全投資を行う。 この295億円の内訳は輸送設備の維持更新が6%増の180億円、車両更新が58%増の115億円である。高速軌道検測車を新調し、加えて JR 東日本が開発した保線管理システムを2年かけて段階的に導入し、タブレット端末を利用して管理部門と工事部門で検査データを共有する。 ことによりデータの改ざん防止を図る。土木構造物の強化でも効果強、駅舎の耐震化や PC 枕木導入を実施し、信頼回復を図ることとした。また、2015年3月期からの5年間で、安全対策と修繕の計画に2600億円の予算を見込んでいる。車両老朽化対策においても205両の一般計。 機動車のうち、使用開始から32年経過している車両が67%の138両も存在することから、JR 東日本と共同開発する電気式機動車を試験的に導入し、特急車両も北海道新幹線開業の影響で需要が増えたスーパー北東キハ2 6 1系を置き換える計画を前倒しするとした。 2017年8月7日には、札幌市厚別区の函館本線厚別駅と、森林公園駅の間で、滝川駅行き普通列車の配電盤から、煙が出て車内に、煙が充満するトラブルが起きた。2018年11月9日には、札幌市厚別区の千歳線新札幌駅構内で、線路脇の信号機が突如倒れ上下線の線路を塞ぐ事故が発生し、 運輸安全委員会は重大な事故につながりかねない、重大インシデントと認定した。2021年6月7日には、道南の七重町の函館本線で、線路の砂利を補充する作業に向かっていた、補線作業の車両が、大沼駅とひ山駅の間の下り坂で制御が効かなく、なりおよそ7キロメートルにわたって走り続けた。車両のブレーキの点検を怠っていたために生じた。 福祉浅旭川函館本社 JR 北海道本社支社北海道旅客鉄道の路線図ラインカラーは日本の鉄道ラインカラー一覧を参照2007年10月1日から一部路線には駅ナンバリング制を導入している詳細は北海道旅客鉄道の駅ナンバリングを参照 JR 北海道管内全域に及ぶダイヤ改正については2012年までは 他の JR 各社に合わせてダイヤ改正を行うことは少なく、他の JR 各社と同時期にダイヤ改正を実施したのは近年では2009年3月に実施したほかは独自にダイヤ改正を実施することが多く、特に10月にダイヤ改正を実施することが多かった。ただし2013年11月実施分は列車の原則当時由来ダイヤからの交代があった。 ことから、改正ではなく、変更と称した。なお、2014年3月以降は、他の JR 各社と同時に3月に実施されることが多く、2016年3月26日ダイヤ改正は、他の JR 各社との同時改正で、JR 北海道だけではなく、全国規模で見ても北海道新幹線、開業関連が最大の改正点であった。 JR 北海道では、全線とも基本的に、定期列車は毎日同じダイヤで運行されるが、一部、列車は、土休日運休となる。JR 北海道発足以降に、同社の路線で運行されている、もしくはかつて運行されていた愛称付きの列車を挙げる。種別が変更された列車は変更後のもので記載し、他社の車両による、運行のものはその会社名も記載する。 詳細は各列車の記事を参照。785系スーパーカムイッキ派283系スーパー北都道内の半数以上の路線が非電化のため所有車両の多くは機動車である。気候条件に鑑み、当該地域で使用する車両は国鉄時代から特別の慣例対策を施している。一般的な仕様として 小型化の上に10窓とした、客室窓、開口幅の小さい片開き式の客用扉、出入台と客室を仕切るデッキ扉などが挙げられる。車体各部には、凍結を防止するヒーターが設けられ、暖房容量も本州以南の車両に比べ大きい。電車も所有しているが、電閣間が全て交流電化である、ゆえ全て交流型電車である。 JR 旅客6社で両開き扉の車両と直流型電車を全く所有していないのは JR 北海道が唯一である。また国鉄時代に製造された電車がすべて除籍されたのは JR 旅客6社では JR 北海道が初めてである。JR 北海道発足後に開発された車両ではデッキ扉に代わる関連対策としてエアカー,アーテンの設置、 客用扉の開閉を乗客のボタン操作で行う半自動扉の装備など室内を物理的に分断せずに外気流入を最小限に抑える工夫がなされている。また、1991年1月8日に発生した日高本線での踏切脱線転覆事故を契機として乗務員保護対策が進められ運転席を高い位置に設ける高運転台仕様とした上で 衝撃吸収構造とした車両が相次いで開発された。高速バス、航空機などの競合交通機関や自家用自動車への対抗策として、優等列車の所要時間短縮、増発の対策もなされた。JR 北海道発足後に開発された特急用機動車では、曲線区間の多い路線向けに、振り越し機の281系、八十三系、 軌動車、車体系車式の261系軌動車を投入して曲線通過速度を向上させ、札幌駅室蘭駅、旭川駅間及び新青森駅函館駅間の特急用電車では785系789系電車の投入によって、それぞれ所要時間の短縮と増発を実現している。しかしながら、1年を通じて、 寒暖の差が大きい厳しい気候下で、相当の連続した高速運転を行うことから、本州以南と比較して、車両や設備に、金属疲労やアイドリングなどエンジニアへの負荷が大きく、さらに厳しい経営から、保守管理費が1996年33.4億円から2010年は17.7億円、輸送管理費が1996年約154億円から2010年は、 約92億円と大幅に削減されたことから営業運行中の発煙事故や出荷事故がたびたび発生しており指揮者からは整備体制の問題が指摘されている2013年11月1日からは車両や設備への負担を抑えることを目的に本数の減便とスピードダウンに踏み切ることとなったさらに2014年8月30日からは 特急機動車におけるすべてのダイヤで最高時速 130km 運転を廃止するとともに曲線通過速度を向上させる機構の使用停止に踏み切ることとなる。2016年3月26日に新函館北斗駅まで開業した北海道新幹線の車両については2014年2月に4編成40両を発注し同年内に納入が始まることが 同年3月12日に明らかにされた。同年4月16日にはその車両 H5 系のデザイン、仕様が発表され、11月1日には最初の2編成が函館総合車両基地で公開された。民営化後の車両は川崎重工業、日立製作所、東急車両製造、富士重工業、新潟鉄工所で製造されている。例外として、 キハ281系の一部を日本車両製造で製造したこともあった。今後は、機動車特急の車両を全列車ともキハ261系に統一し、キハ183系、キハ281系、キハ283系を置き換える予定。また、特急、スーパー白鳥で使用された789系電車をリニューアルし、特急、スーパーカムイ、 すずらん用の785系を置き換える予定。その過程の一つとして、2017年3月4日のダイヤ改正で、札幌駅旭川駅間の特急、スーパーカムリを、約半数ずつ、ライラックとカムリに解消して、元、スーパー白鳥の789系レ番台を、ライラックとして運用する。宗谷本線の特急は、 札幌駅稚内駅間の1往復のみを、宗谷と解消し、旭川駅稚内駅間の2往復を、サロ別として、原則として、キハ261系で運用する、こととした。一方の関北本線特急は、札幌駅網走駅間の2往復を、オホーツクとして運転し、旭川駅網走駅間の2往復を、大雪と解消して運転することとした。サロ別、大雪は、 朝日川駅でライラックと接続可能なダイヤ都市特急北斗でも一往復をキハ261経過してスーパー北斗とすることでキハ183経営の運用本数を減らしている JR 北海道の車両基地と略号乗務員区所は以下の通り大人普通旅客運賃2019年10月1日改定社課はダークダックスの 北の大地。1988年8月21日にダークダックスのシングル一枚の切符からのカップリングとして CD 発売された。民営化された1987年度から JR 北海道の開催するイベントやキャンペーン活動への参加やポスター撮影などの活動を行うキャンペーンガールを採用してきた。当初は JR 北海道フレッシュガールの名前で、 途中からミスツインクルと解消された。当初の採用人数は本社で4人、各社で3人ずつの13人で2008年度から各社の採用を2人に減らして合計10人とした。しかし応募者の減少やイベントへの参加機会の減少などもあり、経費削減の観点から2009年度いっぱいで採用を打ち切った。 JR 北海道の関連会社で JR が社名につき、かつ正式な会社名がアルファベットの JR をカタカナに読み替えたものである会社は、レンタカー会社と構造物設計調査会社を除き、いずれもカタカナ表記が JR とマニーが入るのが特徴である。報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。